どうも、ヘビフロッグと申します。というわけで、今回はこのフライパンの上に、この可愛いヤモリちゃんを乗っけます。どういうことか説明すると、このヤモリはこのフライパンの内側のテフロン加工に貼り付くのがかなり苦手なんですよね。要するにテフロン加工されているフライパンの上を滑ってしまうと言われています。というわけで今回は本当にそうなのか、これを検証していきたいと思います。このテフロン加工っていうのは、テフロンを用いて水や汚れをくっつきづらくする技術です。こういったフライパンや雨具や靴なんかにも利用されています。フライパンの説明書に書いてあるこのフッ素樹脂塗膜加工っていうのがテフロンです。一方このヤモリちゃんは足に大量に細かい毛が生えているので、その毛と壁の間に力が生じて壁にひっついて走ることができます。このテフロン加工だとひっついた時に生じる力がかなり小さくなるんですよね。まあ、それによってこのヤモリがこういう感じで滑ってしまうということになります。ちなみにどのように滑るかというと、ひっくり返すとフライパンにはっつけずにポトッと下に落ちてしまいます。というわけで早速検証しましょう。というわけで早速このフライパンにヤモリを乗せていきます。ほら、というわけでこのようにフライパンの上にヤモリを乗っけました。お、移動してる。少しだけ滑ってますね。それではひっくり返す前にフライパンを横にしてみましょう。ほら、さあヤモリは滑るのか。お、ヤモリはじわじわ下に落っこちていっています。お、ヤモリが焦っています。お、ヤモリがフライパンにポトッと落ちてしまいました。やはりフライパンの上では滑ってしまうということです。おお、滑ってる。うわ、驚いた表情です。それじゃあこいつをひっくり返してここにある紙の上に落っことしましょう。ほら、お、やはりヤモリは滑って簡単に落ちてしまいました。自慢の張り付く足の効果が全くありません。絶望したような顔をしてますね。それでは次はこのような深さのある鍋の中に入れて出ることができるのか、これを検証しましょう。さあヤモリはこの鍋から出ることができるのでしょうか。さっき滑ったおかげでだいぶびっくりして動かなくなりました。お、登ろうとしています。ツン、お、普通に登れちゃいました。これぐらいの角度と高さだと登ることができるんですね。おー、ですがやはり微妙に滑っています。あ、やはりヤモリはフライパンが滅法苦手です。それでは次はこのティファールのフライパンで検証します。ティファールといえばフランスのメーカーで、こびりつきにくさという面ではかなり有名なフライパンです。そこそこ値段もします。で、やはりね、テフロン加工のフライパンといえばこのティファールですよね。ほら、お、ほら、明らかに滑りそうなフライパンですので怖がっています。やはりかなり滑ります。さっきのフライパン以上にヤモリが下にずり落ちています。おお、落ちてる落ちてる。全くヤモリは張り付くことができません。というわけで今回はヤモリをフライパンに乗っけたら滑るという実験をしました。いやー、本当に滑りましたね。こういう感じで下にずり落ちます。簡単に滑り落ちます。ヤモリもこのように近くで見てみると可愛いですよね。ご協力感謝します。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。